エル君、一週間お疲れ様。この金曜日の開放感最高だよね。エル君、ガム美味しい？ママにもらったの？よかったじゃん。ね。このガムってなんか味とかついてるの？ヤギミルク？これ好きだよね、エル君ね。ゆうくん、お留守番ね、ありがとうね。今週もね、いつも一人で寂しいよね。あ、ブルーのボール買ったんだ。そう、ブルーにしました。教えていただいたからね。うん、早いね、エル君ね。カメラが追いつかない。今日のね、ガム、うん、よかったね。楽しいね。エル君、お座り。さあ、待って。よし。よし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 。いい子だね。よしよしよし。エル君、お散歩行こうね。似合ってるじゃん。似合ってます。映えてる。うん、これ着て今月のイベント参加するんだもんね。うん、エル君さ、レースも参加するんでしょ。あ、頑張ろうね。うん、かっこいいとこ見せてね。エル君、押さえる人がな、かっこいいナンバーが見えるのか。押さえる人がな、下にナンバーがついてるんだ。そう、エル君、押さえるしてくれる。これはバスケのユニフォームをさ、意識してるの、このデザインは。そう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 。多いでしょう、これ。うん、あ、じゃあママ抱っこしてあげて。じゃあ、はい、下のナンバーが見えないか、ちょっと。そう、お散歩行けるって今興奮してるんで。そうそうそう、嬉しいね。はい、じゃあゆく、ほら、かっこいいです。あ、かっこいい、23番だって。そう、気になっちゃって。かっこいいじゃん、エル君。かっこいい、エル君。初めて着るお洋服だからさ、気にしてるよね。うん、初めてつけるね、うん、リーダーね。やっぱさ、ブラックタンの毛色にさ、こういうさ、ビビッドな色って映えるよね。うん、すごく似合ってる。うん、買ってよかったよ。ねー、よかったね。じゃあお散歩行こうか。うん、お散歩行こう。はい、行きましょう。はいはいはい。はい、ゴーゴー。 ゴーゴー。今日さ、あったかいね。はい、風もないしね。うん、おー、何、おー、なになになに、なんかいたんじゃない。やめよう、やめよう、やめよう、やめよう。なんか虫でもいたんじゃない、今のリアクション。うん、ペットボトルがあった。あー、そっかそっか。うん、苦しい。パトロール隊員、よろしくお願いしますよ。今夜も異常なしですか。なさそうですね。なさそうですね。うん、でもね、筋肉もついたからさ、うん、歩くのも速くなったよね。そう、力もね、なんか強いな。うん、ここまであるから気をつけようね。うん、ここまでね、いつもだよ。
エリカもすごい天気みたいだからさ、みんなでお出かけしようね。しようね。うん、ね、ちょっとお腹のさ毛が薄い部分のさ触り心地が気持ちいいんだよね。来週のイベントの前に